はい、今回はベガスプロでこんな感じの実写素材の光源の位置に追尾する光レンズフレアの作り方をご紹介していきます。今回こちらを作るにあたり、ベガスプロ17に付属の外部エフェクトボリス FX のレンズフレア 3D を使って行っていきます。このレンズフレア 3D というエフェクト、かなり本格的に細かく作り込める光のエフェクトとなるのですが、その中でも光源の位置に追尾するためのトラッキングですね、これがトラッキングエフェクトで有名なモカのエンジンを使って行うことができますので、かなり精度の高い解析を簡単に行うことができます。まずその部分を分かりやすく解説するために、今タイムラインにはこんな感じの車が走っている素材を配置しています。この車は今ヘッドライトのライトはついていない状態となっています。ここに光を合成してヘッドライトを点灯させていきます。まずエフェクトを追加します。イベント FX から BCC レンズフレア 3D を追加します。追加 OK するとこんな感じでレンズフレアが追加されます。光源を移動するとこんな感じですね。これをここに合成するとライトが点灯した状態となります。ただ置いただけではこんな感じですね、車が動いているので光がずれる状態となります。これをトラッキングで追尾するようにしていきます。まず処理が重くなるのでプレビュー画質を落としておきます。まず光源のベーシックなところを見ていきます。グローバルインテンシティ、これが光の強さとなります。そしてグローバルスケール、これが光の大きさですね。これぐらいとしておきます。スケールバイディスタンスにチェックを入れておくと、距離に応じて光の大きさが自動的に変わるようになります。この状態で調整しておきます。こんな感じですね。ではこの状態でトラッキングを行っていきます。ずっと下の方に行くとモーショントラッカーモカという項目があります。このタブを開くとモカモーショントラッカーというボタンがありますので押します。するとモカコンティニウムが立ち上がります。これがライトソースですね。これを選択した状態でトラッキングのポイントが表示されます。そして設定項目が2つあります。1つ目がこの十字のアイコン、これがライトソース光源の位置となります。光源の位置をライトの中心に配置します。そしてもう1つ、外枠の方がトラッキングする位置を囲むものとなります。コントラストがある分かりやすいところに配置します。この辺りとしておきます。これで追尾する部分と光源の位置を設定することができました。この状態でトラックを進めます。こんな感じですね、解析が始まって追尾されていきます。綺麗に追尾できてますね。これで追尾が完了しました。再生して確認してみると、こんな感じですね。これだけで追尾が完了しました。ではこれを保存します。セーブザプロジェクトクリックしてセーブができたらバッテンで閉じます。するとこんな感じですね、これだけで合成ができました。かなり精度が高くできていると思います。こんな感じで簡単に精度の高い光の合成を行うことができます。では続けて左のヘッドライトにも合成していきます。エフェクトを追加します。2つ目のレンズフレアも今と同じものを使いたいので、まず今作ったものをプリセットとして保存しておきます。例えばライト01としてプリセットで保存しておきます。そしてエフェクトを追加します。レンズフレア 3D を追加。2つ目のレンズフレアが追加されました。そしてこの2つ目に対して
今プリセットで保存したライト01を読み込みます。すると今1つ目と2つ目が重なった状態となります。この状態で2つ目トラッキングを行っていきます。モーショントラッカーモカで、光源の位置をライトの中央に移動して、トラッキングポイントをトラッキングしやすそうなコントラストがあるところに移動します。こんな感じですね。そしてトラッキングを開始。綺麗にいけてますね。これでいけました。確認してみるとこんな感じですね。綺麗にトラッキングできています。ではこれで保存します。セーブザプロジェクトをクリックして閉じます。するとこんな感じですね。これだけで合成することができました。で、左の方は少し光が遠いのでサイズを落としておきます。スケールをこんな感じですね。明るさも少し落としておきます。こんな感じで簡単に実写素材に光を合成することができます。これだけでもかなり使えるエフェクトなのですが、さらにもう一つ優秀な機能があります。例えばこんな素材を配置します。こんな感じで人が歩いていく素材なのですが、例えばこういった時ですね、この照明に光を合成するとします。するとこうトラッキングしてついていくのはいいのですが、この人が被る時ですね、この一瞬人が被った時に光を遮りたいといったことがあるのですが、こういった表現も簡単に作ることができます。レンズフレアを追加します。イベント FX からレンズフレア 3D を追加 OK。そして光源の位置ですね、この辺り。せっかくですのでレンズフレアの種類を変えていきます。 FX ブラウザーからプリセットを選びます。優しい光がいいですね。これを使っていきます。アプリ、そして光源の位置に合わせます。そしてスケールバイディスタンス、距離に応じて大きさが変わるように設定した状態で光の強さ大きさを設定します。そして次にオブスキュレーションマップレイヤーという項目を設定していきます。合成元をどうするかという設定なのですが、ソース、この動画素材に合成すると、そして次にオブスキュレーションタイプルーマ、輝度に設定します。するとこのレンズフレア移動していくと、この素材の明るいところで明るく発光して暗いところでは消えるようになります。こんな感じですね。これを使うことで、この人が重なった時に、こう、光が消えるようになります。まず、照明に
位置を合わせてトラッキングを行います。モーショントラッカーモカでまた行っていきます。光源の位置とトラッキングの位置、分かりやすそうなところに移動します。この辺りのエッジが分かりやすそうですね。この状態でトラッキングを始めます。トラッキングが外れましたね。結果を見てみると、この辺りまででいいので、使用部分をここまでに設定します。こんな感じですね。この状態で保存して閉じます。すると、こんな感じですね。人が重なった時に光が消えると、こういった表現も簡単に作ることができます。ここの重なり具合で消えるか消えないかは今明るさで設定しているのですが、そこの明るさの判断基準はこのスレッショルドで調整することができます。スレッショルドを上げると明るいところでも表示されなくなります。どのあたりの明るさで消えるかというのをこのスレッショルドで調整する形となります。こんな感じですね。少し大きさを上げておきます。こんな感じですね。こんな感じで光源を遮るような素材に対しても光を合成することができます。かなり様々なシチュエーションで使える効果となりますので、実際にいろいろな素材で試してみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。